な感じかな。レン、やってるところ見えた？うん、ありがとう。お前ってこんな風にやるんだね。あとは、おみくじっていうのもあるもの？引いてもらったらどうかしら。おみくじ？その一年の運勢を教えてくれる占い、みたいなもの、かな。そうなんだ。一年の運勢がわかるなんて、ワクワクするな。内容は、結構適当な気がするけど。そうね。信じてる人は、どれくらいいるのかしら。もう、二人とも冷めてるな。少なくとも僕は結構信じてるし、楽しんでるよ。というわけで、社務所に到着。年の分は、真冬が引いてね。なんで私が。この中なら、ワンチャン大吉引きそうな雰囲気があるかなって思って。ほら、エナは末吉の顔じゃん。末吉の顔って何？まあ、いいけど。じゃあ引くよ。真冬ちゃん、お願い。みんな真剣な顔してる。今年もいい一年になりそうだな。いやー、まさか本当に大吉引いちゃうとはね。ね、びっくりしちゃった。レンも喜んでくれてたし、よかったんじゃない？私の分は今日だったけど。まあそういう時もあるって。ごめんね真冬ちゃん、僕の分も大吉を引いたから運がなくなっちゃったのかも。別にそこまで信じてないから気にしなくていい。うん、私も今日だったから当たりやすいだけかもしれないし。それならいいんだけど。そういえば瑞希、見たいものがあるって言うからここまで来たけど、何があるの？よくぞ聞いてくれました。実はお気に入りのアクセサリーショップがこの時間だけセールやるんだ。だからちょっと覗きたくてさ。もう完全にあんたの趣味じゃん。ちゃんとみんなの分も見るから。せっかく新年なんだし、おしゃれしようよね、かなで。私は別に構わないけど、アクセサリー使うことあるかな。真冬、どうかした？あそこに置いてあるピアノ、もしかしたらシブフェスの時に弾いたやつじゃ。ん？なんでそう思うの？鍵盤の蓋のところに月のマークがついてたから。前弾いた時に見た。あ、本当だ。あの時のピアノだね。へえ、もともとここに置いてあるやつだったんだ。全然気づかなかったよ。うん、そうだね。弾きたかったらここに来ればいつでも。あれ、あの辺妙に人だかりが。ってあれってシブフェスの時の司先輩たちじゃん。あ、
お正月からこんなところでショーやってるなんてすごいな。ショーやってるの？あ、ミク？ダメだよミク、急に顔出したら見つかっちゃうよ。ごめん、ちょっぴり気になって。そういうことならこっそり見ればいい。いいの？そうだね、じゃあミクも一緒に見ようか。この10年は何だったというのだ。元気出して、司之助。お城は僕じゃ出してあげられないけど、でも僕はこの10年司之助のおかげですっごく楽しかったよ。10年も一緒に旅をしていろんな人を笑顔にしていくなんてどんな感じなんだろうな。大変そうだけど、でも楽しそうな気もする。なんだか奏でみたい。え、私？うん、奏でも真冬を笑顔にするために頑張ってるから。あ、そうかな。これまでに見たたくさんの人々の笑顔こそ私たちにとって一番の宝なのではないかな。笑顔が宝。確かに真冬が笑ってくれた時はすごく嬉しかったな。あ、司先輩が獅子舞に謝りに行くみたいだよ。じゃあそれでめでたしめでたしって感じかな。いい感じの BGM も流れてきたし。そうだね、この曲優しくて綺麗な曲だな。音が消えた。これってもしかして機材トラブル？充電は移動中にしたから問題ないはずだが、これはもしかすると寒暖差によってネネロボが不調を起こしたのか。寒い屋外と暖かい車内を急激に往復させたことによって負荷をかけてしまったようだな。え？これどうなっちゃうんだろう。どうする？ BGM なしで進めるか。しかし静まり返ったままではせっかくのシーンが一か八かだ。なんということだ。万願成就を祝して用意していた宴の音楽が途絶えるとは。この音楽の後押しがあるからこそ獅子舞に謝りに行く勇気も出るというもの。誰か音楽を奏でられる者はいないか。誰か背を押してくれる者はおらぬか。せっかくいいシーンだったのに曲が途切れたせいでお客さんの気持ちが離れてる。どうにかできればいいけど、でもここで演奏なんて。あっ、奏、どこに行くの？やはりダメか。悔しいが
このまま元の流れに戻すしか。なぜ再び BGM が。あれは確かあの人物は秋山の知り合いの。さっき少し聞いただけだから曲の一部しかわからないけど、でもこのシーンの流れから考えるなら、こんな風に展開させていけば。なんとありがたいことだ、観客にこれだけのサポートをしてもらったのだ。必ず答えなければ。なんと美しい音色だ。胸の奥からふつふつと勇気が湧いてきたぞ。改めて獅子舞よ、悪かったな。嘘つきなどと言ってしまって。確かに分かってはいたんだ。お前は確かにこの心に大切なものをくれたと。お前はかけがえのないものをくれた。ありがとう。本当に助かった。心から礼を言う。あなたは。あ、酔い先かなでです。気づいたら体が動いてて。そのシブフェスの時に続いて、瑞希のご友人に助けてもらうことになるとはね。ありがとうございました。ふっふー、奏でのピアノすごかったでしょう。奏ではさすがだね。綺麗でふわふわポカポカってして。ああそうだな、初めて聴いた曲の続きを即興で作ったというのに、あれほど温かみを感じるメロディーを生み出すとは。おかげで自然と演技に気持ちが乗っていったな。本当に素晴らしい演奏だった。ありがとう。みんな、そろそろワンダーステージに移動する時間だよ。何？もうそんな時間か。もうお昼だもんね。そろそろ帰らなくちゃ。それじゃあみんな、お姉ちゃんの車にレッツゴー。みずき、それに皆さん、ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。あ、どうも、よろしくお願いします。みんなバイバーイ。なんか思ったより元気もらっちゃったな。奏のすっごい生演奏も聞けちゃったし。え、そんな大したものじゃないよ。うん、よかったと思う。うんうん、即興であんないい曲作っちゃうなんて、さすが奏だよ。ありがとう、みんな。おー、無事に戻ってきたぞ。みんなお疲れ様。全公演やりきっちゃうなんて本当にすごいね。いえ、これも日向さんのご協力あってこそです。本当にありがとうございました。私は車でみんなを送っただけだけど。でもどういたしまして。各所で上演を許可してもらえたのも本当にありがたかったね。まさか4カ所も OK が出るとは思わなかったよ。だね。にしても1回が短いとはいえ、
正月からこんなにたくさんショーをやるなんて思わなかったな。いろんなところでいっぱいショーができてとっても楽しかったね。そうだな。それに楽しかっただけではなく、たくさんの気づきと学びがあった。そうだね。ではその学びを持って最後の本番に挑もうじゃないか。うん、新年を彩る最高のショーにするぞ。